こんばんは。これ生で録音して、なんていうか、すぐに出すっていう、取って出しっていうんですけどね。はじめまして、グッド博士と申します。恋愛に役立つゆるふわな番組を始めたいと思います。今回は第1回目ですね。まあ、ゆるくやっていこうと思います。で、僕の名前はグッドゆる博士と申します。恋愛の本を、女性向けの恋愛の本を10冊以上出しています。それで、あと、まあ、結構ね、10万部ぐらい売れたりとか、いや、以上ですね、もっと売れたりとか、まあ、結構、自分で言うしかないんですけど、こういう一人しかいない時は、そういう著者ですね。まあ、ここ数年書いていないんですけれども、で、まあ、これはですね、これから僕はゼミを始めようと思ってるんですよ。そのゼミというのは、ちょっと待ってください。これ取って出しなんで、編集も何もなしなんで、そう、僕と、まあ、3、4人ぐらいの女性が、まあ、恋愛や結婚や生き方について、いや、幸福について学んで、まあ、人生をイージーモードで生きるための方法を考えるというようなゼミをしたいと思うんですね。まあ、僕自身には一つの答えがあるんですけれども、それをなんていうかな、NHK の白熱教室みたいな感じで何人かで議論しながら、それをこう動画に撮って配信していくということをしようかなと思ってます。ただ、まあ、始めようと思ったのが2日ぐらい前、つまり、2016年の9月14日ぐらいに考え始めたので、まだ誰も集まっていない。なので、これを見たりとか、あるいはなんかメルマガとかで見て参加したいなっていう人は、まあ、応募してください。応募というのはですね、ちなみに言っとくと、それはどうやって調べるかというと、興味がある人はグッドゆる博士オンラインゼミ9月15日で検索すると、恋愛ユニバーシティというサイトの応募フォームみたいなのが出てくるので、そこからお願いします。はい。まあ、それともなく、これはゆるふわな番組をやっていきたいと思うので、ぜひお聞き苦しいところとか、お見苦しいところとかあるんですけど、初めて僕を見た、 YouTube で見た人は衝撃を受ける。なんとこのおっさんが恋愛について語れるんだみたいな思っちゃうかもしれないけど、まあ、そこはまあ置いときましょう。お願いします。はい。目次ですね。これはゆるふわな番組なんで、はい。音声だけ撮って、通勤の時に聞くとか、そういうのでもいいですし、寝る時に聞くとかでも何でもいいです。はい。だから、この僕の、手振り身振りとかほとんど無意味なんで、それは置いときましょうと。だから音だけでもいいですね。だから、これを音声化することもあるかもしれない。はい。まず時事ネタ、時事ネタの話をします。時事ネタね、ゆるふわな番組なんで、はい。最近あったこととしては、千葉県笹井町ですか、これは笹井町の住宅で遺体を切断したなどして逮捕された25歳の女性が、些細なことで弟を殺してしまったなどと供述していることが分かりましたっていうニュースがありましたね。竹内恵美容疑者っていうのは、25歳の女性なんですけれども、遺体を切断した疑いが持たれている。多分殺したんだよ。殺して遺体を切断して、で、まあ、冷蔵庫にしまってたみたいなニュースがあったんですね。まあ、なぜかというと、遺体がリビングで発見された時、体が、その部分が冷えた状態だったことからそう思われていると。で、これ、いろんなところで、みんなの意見を見ると、猟奇的だとか、人間として信じられないとかいう意見があるんだけど、これなんでこの時事ネタを語るかっていうと、これは恋愛関係とか人間関係とか、そういうものに関係していそうな視点で語っていると。はい。まずこれはバラバラ殺人事件ってやつですよね。でも、このバラバラ殺人事件をよく知ってる人なら誰しもわかるんですが、これは猟奇的でも何でもないんですよね。知ってる人は知ってますよね。つまり、その証拠の隠蔽として正しいと。一体丸ごとあったら大変なので、バラバラにして、例えば生ゴミにして捨てるとか、そういうふうな、あるいは何だろう、まあ、肉を削いでとか、だんだんこう小さくなればなるほど捨てやすくなるわけですよ。ある種、その理性的なこうやり方ですね、バラバラにするというのは。なので、僕が思うのは、まあ、そういう可能性もある。つまり、その猟奇的じゃない可能性もあるぞと。彼女がうっかり殺してしまい、まあ、なんだろう、まあ、なんか理由があるんでしょう。いろんなことが語られてます、そのニュースでは。ただ、それは竹内恵美スペースバラバラ殺人で調べれば出てきますけど、
まあ、その後でどうしようと思ってネットで今検索できますから検索して、あ、バラバラにするのが一番いいんだなと思ったかもしれない。で、僕も検索してみたんですよ、バラバラ殺人事件に関してね。バラバラ、あ、違う、死体処理って検索すると、まあ、バラバラにするのがいいって書かれてるところが結構あって、その中ではチェーンソーで切るのは良くないと。チェーンソーで切ると過去にその近所中に気づかれちゃったってことがあったんで、包丁を使った方がいいとかいろいろ書いてあるんですよ。で、実際竹井さんっていう人は、竹内さんかはその包丁で切ってるんですよね。だから上手に隠そうとして落ち着いてそれをした可能性もあるなと思いました。まあ、こう本当に最初から生々しい話やめてくれと思うかもしれない、やめとこう、まだいろいろあるんですけど、次にその事件でもう一つ僕が言いたいことがあって、それは何かというと、なんで弟を殺したのかっていうとですね、これはですね、まあ、簡単に言えば一緒に住んでたからです。うん、子供が親を殺すとか親が子供を殺すとか、まあ、今回のように弟を殺すっていうのはもうほとんどの場合一緒に住んでるんですよね。うん、これ一緒に住んでると殺したくなりますね。それ言い過ぎだ、ストレスがたまるんですよ。それは夫婦でもそうかもしれないし恋人でもそうかもしれない、ほら恋愛と関係してきた。だから一緒に住むって結構なストレスなんですよね、ストレスで。しかも、あ、これ僕滑舌が悪いんですよね、滑舌を良くします。うん、その一緒にいるということはまず些細なことでぶつかる、些細なことで殺しちゃったって書いてあるけどね、それは価値観が合わなかったり、まあ、結婚すればその箸の持ち方とかいろんなことがあるでしょう。本当にそういうのでぶつかります。というのも、まあ、知ってる人は知ってますが、離婚原因のナンバーワンっていうのは、価値観の違い、性格の不一致なんですよね。それは本当に些細なことだったりするけど、毎日それがたまるんです。それは一緒に住んでいるから。しかもそのこれは弟とお姉さんで、この弟とお姉さんはなんかこう父親が何年か前に死んだんですよ。で、母親と父親は別居して、この事件に関して言うとね。で、父親がまあ何かの理由で死んじゃったので、姉と弟でその家に引っ越してきたらしいんです。ちょっと話が複雑なんで、まあ離婚した時にお母さんの方について行ったのかな。その4人兄弟から3人兄弟なんですよ。で、お父さんが、まあ、死んじゃったので、そこは空き家になったので2人が移り住んだという2人なんです。で、まあ、遺産とかいろんなことがある。で、そこで利害がぶつかる、ここでです、利害がぶつかっていつも一緒にいるっていうのがストレスなんです。なので、まあ、例えば恋愛において恋人とうまくいきたいのであれば、まあ、同棲はすべきではないし、まあ、しかも恋人ってのは利害がありますからね、うん、というのが今回 その弟殺しで学べることかなと。今回これからできるだけ時事ネタでいろんなことを語っていきたいなと思います。はい、次はですね、最近読んでの、本当ここでゼミの募集とともに、ここで僕 そのアシスタントみたいなのもいたらいいなと思ってるんですよ。こういうふうに一人でそのマシンガンのように滑舌悪いトークがずっと続くとストレスですし、ゆるくもなんともないみたいな、本当はゆるくやりたいのにゆるくないぞみたいな感じになっちゃうんで、アシスタントの女性を募集したいんですよね。またこれ募集、まあいいか、うん、だからそれも興味の、もしある方がいれば、興味がない方は本当に無視してください。そこでそんなやついるわけねえじゃねえかとか、そういうことは言わないでいただきたい。うん、なんだろう、結構ね、人って傷つきやすいじゃないですか。うん、はい、次行きましょう。で、最近読んでる本っていうのは、読譜という本ですね。読譜、木島かなえ、百日裁判の傍聴記。これは北原みのりさんが書いてます。木島かなえって覚えてますか？木島かなえ。もう忘れちゃった人も多いと思いますね。これどれぐらい前なんだろう？2009年とかそれぐらいだと思うんですよね。ちょっと待ってくださいね。今調べますからね。木島かなえ。2009年9月に発覚した事件ですね。婚活を利用した事件であることから、婚活殺人事件、婚活大量殺人事件、婚活連続殺人事件とも言われる。これは非常に興味深い事件で、木島かなえで検索すれば出てくるんですけど、写真とかね、とてもじゃないけど美人とは言えない女性がたくさんの男性を、結婚詐欺にかけ殺していったという話なんです。で、当時、なんであんなブスがモテるのかみたいなことが議論になったりしたんですよ。
で、この木島かなえっていう人はもう裁判の傍聴聞く、そのさっき言った本を読めば分かるんですけど、なんか正義がすごい、正義っていうのは正、立身弁に生きるの正に技、正義がすごいと裁判でも彼女は言うんですよ。私はと体の関係を持った男性はすごすぎると言って、なんだろう、すごすぎると言って私にのめり込んでいったみたいなことを本人が言うんですよね。まあ、そんなことから、男性で、しかもそのなんだろう、美人が最高っていうのは世の中の男性は結構多くの人が言うわけですよ。テレビでも美人がいいとかね、まあ男性に対してイケメンがいいみたいなこと言うわけですよね。でそれに我々そうじゃない人間は結構ショックを受けてるわけですよ。そんな中2009年に木島かなえがあの見た目で、検索してみてくださいよ、あの見た目でいろんな男性をこう次々と落として殺していくっていうのが衝撃的だったりするんです。これは本当に被害者の方を考えるとふざけるなって話なんですけど、それはさておき社会現象としてですね。で、その本を読んだんですよね。で、その本を読んでみて、まだ今7割ぐらいしか読んでないんですが、まずその亡くなった方っていうのは70歳の男性とか53歳の男性、80歳の男性で、最後は41歳の男性なんですね。で、しかもその読んでいくと、まああまり女性経験の少ない男性だったりとか、まあある男性はそれは本当に裁判がその傍聴期に出てくるんですけれど、世の中のそのお金じゃない、お金じゃない、その世の中の男性に対する見た目の厳しさとか、あるいはこれしてあれしてっていうのが厳しい女性に疲れてる男性も出てきたりするんですよ。その人も殺されてたりするんですけど、そういうのを母親に言ったりとか、なんか同僚に言ったりとか、なんか日記に書いたりとかしてるわけですよ。でも木島かなえはすごく優しくて料理も上手だしとか書いてあるんですよね。結局のところまず一つ言えるのは、結構年齢が高い人たちのターゲットなんです。で、当時木島かなえはまあ30代前半なんですね。捕まった時が34ぐらいだと思うんですけど、30代前半の女性、50代以上の男性、まあ下手したら70歳80歳ですから、それはまあ落ちるだろうと。というかその他の女性が、これ結構、問題発言してる、まあ大丈夫でしょう、大丈夫です。これは僕はその恋愛の専門家なんで、なんで木島かなえが持ってたのかっていうことを分析することによって婚活がうまくいかせたいみたいな意図がありますね。まあそれで本を読んでるんですけど、もちろんその実はこの作家である、なんて人だっけ、北、ちゃんと言わないといけないね、これさっき言ったと思うんですけど、北原さんかな、北原みのりさんっていう人はの視点がに偏見があるかもしれない。結構ね、偏見に満ちたイメージっぽいことも書いてある僕も見えるんです。だから鵜呑みができないんですけれども、まあ、とにかくまず、まあ、婚活には役立つだろうと。だから木島かなえさんがモテた理由はターゲット層がすごい高いんですよ。なぜかというと多分彼女はお金しか目当てじゃないんですよ。まあそれは言い方を変えれば、もしかしたら木島かなえが無罪である可能性もなくはない、まあ、ほぼほぼないんですけど、言い方を変えればお金を持っている人に魅力を感じると言い換えてもいいかもしれない。そうそう、うん、まあ、とにかく50代以上とか40歳の人もいたけど、まあ、ほぼそういう人たちが想定内だっていうことがその本に書いてあります。そう、彼女にとってね、うん。それからその自分のことを好きになってくれる人に対して、お金さえ持ってればいいとか、そういう制限がすごく少なくて手当たり次第に連絡をしていたっていうのはありますね。なので、それができるのか、それができれば木島かなえのような人でも婚活がうまくいくみたいなことになってくるんでしょうね。何が言いたいかっていうと、世間に言われてるなんか木島かなえの性の技がすごい、正義がすごいとか、木島かなえのような人でもモテるんだとかいうのは、ちゃんとそのこの本を読めばそれは誤解かもしれないみたいな、まあ、そのことを感じながらこの本を読みました。まあ、もう一冊ぐらい、他の人が書いた本を読んでみるつもりなんですけれど、あとその木島かなえっていう人はすごい嘘つきなんですよ。もうね、読んでると嘘つけってことが結構書いてあるんです。ある心理学者は、精神科医は彼女は、演技性人格障害だって言ってますね。だから嘘がある。だから本当はそう、彼女が言ってることじゃないことが結構起きてると思う。で、しかも彼女は男性に嘘をついてます。例えばなんか東大の大学院が出てるとか、父親が東大の大学院に出てるとか、まあ、よく覚えてないけど、で弁護士だと、本当は行政書士なんですね。で、母親がなんか有名なピアノ、自分がピアノの講師かな、でなんか、ケンブリッジ大学かなんか留学したいんで、そのお金欲しいみたいな、全部嘘なんですよ。
その嘘をついたらそれはモテるでしょ、それは、うん、まあそんなこともあります、はい、あと木島かなえはそのなんでしょうね、まあ、この本を読む限りとても男性に対してサービスするんです。美味しい料理を作るとかね、それはその彼女が言ったことではなく亡くなった男性から騙されていった男性がブログとかに書いたりしてるところ、あるいは母親に言ってることから類推すると彼女は美味しい料理を作ったりとか、まあすごく尽くすですね。それができるのかという、彼女だからお金を奪うまでは男性にとってサービスに徹してるってことなんですよ。まあそのことも知りたいって最近読んでる本には、これ木島かなえの100日裁判傍聴記っていうのがあった。これ結構面白い、面白いというかミーハー的に面白い、うん、あんまり考えずに読める。まあ次ですね、次これゆるふわですから、ゆるふわ、うん、あんまりそのいろいろ考えすぎないでください、はい。最近面白かったコンテンツとしては海外ドラマのブレイキングバッドっていうのがありますね。ブレイキングバッド、はい、あ、ここで一回切りますか。あ、というのもその、あ、大丈夫かな、大丈夫だ。あ、つまりその YouTube って載せられる時間が限られてるような気がしたけど、多分僕がアップするとかそういう機嫌はない気がする、はい。OK、最近面白かったコンテンツはある女性の恋愛作家に紹介してもらったブレイキングバッドです。ブレイキングバッドっていう海外ドラマがあるんですよ。これも2013年ぐらいに、あるいは2015年から、まあ、とにかくシーズン6までいって終わってるんですけど、まあ、僕海外ドラマが好きか嫌いかというとあんまり好きじゃないんです、うん、でどうして好きじゃないかというと、海外ドラマってそのシーズン1とかで売れるとシーズン2に行く、シーズン2に行くとシーズン3に行くっていう風に、まあとにかく長持ちさせたがるんですよね。まあそう、とりあえずそれは当然お金が稼げるからなんですけど、で長持ちさせたいためにどうすればいいかっていうと、まあご都合主義というか、突然その主人公を騙す女の人が現れたり、で現れたかと思ったらこっち助けが来たりとか、本当になんかこう見てる人の感情を上や下にこう、うん、揺さぶることでこう映画のドラマを見せるっていう手法を持っとってるんで、それがねあんまり好きじゃないんですよ。でもブレイキングバッドは面白かった、はい。これはブレイキングバッドが学べるかっていうと学べないかな、ただ面白いだけですね。しかもそのシーズン2シーズン3シーズン4っていくにしたがって面白くなっていくってことが、海外のそういうドラマを見てる人の視聴者たちの評価が高かった。普通だんだんつまんなくなってたりとかだんだん強引になってくるんだけど、そうでもないっていう、よくできた矛盾のないドラマだっていうふうに評価してる人もいました、はい。で、ね、おすすめできるその学べる海外ドラマとしてはハウス・オブ・カードっていうのがあります。ハウス・オブ・カードっていうのはアメリカ下院議員の話なんですけれど、まあ、ゆるふわにこれは期間中のように喋ってるんでゆるふわにしようと思うんですが、そう、そのハウス・オブ・カードっていうのはフランク・アンダーウッドっていう下院議員がいて、その下院議員は多分サイコパスなんですよ。サイコパスというのはまあいろんな定義があるんですけど、一つの定義としては、善意がない、善、つまり良い心を持っていない、良心がない、良い心がないという人ですね。他にもなんか例えば目立ちたがりとかいろんな特徴を言う人がいるんですけど、それは置いといて、でこのフランク・アンダーウッドっていう人はサイコパスなんですね。でもサイコパスっていうことが主題で学べるんじゃなくて、目標を達成するにはどうすればいいのかっていうのがハウス・オブ・カードで語られてるんです。成功哲学の本とかいろんな本、まああるいは婚活がうまくいきたいとかいろんな人たちはいますよね。目標に到達したいっていう人たちはいっぱいいると思うんですけど、目標に到達できない理由っていっぱいあるんですよ。例えば努力をしないっていうのがありますよね。あと何回か努力をしてうまくいかないと、私って本当に結婚したいんだろうかって考えたりするんですよ。あるいはその先延ばしにしてそのうち努力しなくなるとかね、あるいはその日々の楽しいことにそっちが優先になっちゃうとか、まあそんなことがいろいろあるんですけど、そのフランク・アンダーウッドっていう人はそのあらゆるその目標達成の邪魔になるものをどける力がある。例えば婚活してうまくいきかけてすごく素敵な男性と知り合ったら、そいつが自分を騙してたみたいなことになるじゃないですか。既婚男性とかね、そうすると絶望的になって何もかもしたくなくなったりするじゃないですか。
そういう時もフランク・アンダーウッドの精神さえあれば、あのやり方さえあれば乗り越えられる。まあ、だからで話としてはちょっと難しいんですよね。会員アメリカのホワイトハウスの会員議員の話なんで難しいんだけれども、あの分からないことをそのままこうスルーしながら見ていくと2話目3話目ぐらいから面白くなってきます。でしかもフランク・アンダーウッドっていう人は結構何でしょうかね、格言的なことを言うんですよ。例えば一歩後ろに下がると、そしてもう一回 見直してみろと。例えばそのなんで我々が何か努力をしているときに壁にぶつかるじゃないですか。例えば彼氏が付き合ってくれない、どうしよう、大好きな人が付き合ってくれない、これじゃ彼と結婚できないみたいな。でも一歩後ろ下がると、彼と結婚する必要はある、彼とそもそも結婚する必要はあるのかとかね、あるいは今はうまくいってないけどある手段を使えばうまくいくんじゃないかっていうのが、一歩後ろに下がって大きな絵を見てみろみたいな、はい、そういうのを結構言うんですよ。それを政治的なことでね、まあ他にもいろいろ言います、うん、それがすごく面白い、ね、特にねシーズン2までが面白い。それ以降も面白いんですけど、それ以降はなんとそのこれ監督がねデビッド・フィンチャーっていうゴーンガールとかあるいはセブンとかを撮った監督で、この人ねゴーンガールぐらいから男女関係にすごくこう焦点を当てていて、でフランク・アンダーウッドにも奥さんがいるんですけど、クレアっていうね、その夫婦関係も実は結構ね焦点が当たってる、シーズン3ぐらいからさらに深い焦点が当たってきて、あ夫婦ってこういうことなんだってことが分かってきたりする。まあそれはいいでしょう。でそれが最近面白かったコンテンツ。いやーこれ全然ゆるふわじゃないな、まあいいか、はい、最近思ったことを言いますね。ここ最近ですね、まあ、A 六助が亡くなり、 A 六助さん、僕あの AM ラジオのファンなんで FM も好きですけど、 A 六助さんのねあのおしゃべりとか聞いてたんですね。あるいは大橋巨泉が亡くなったりとか、まあ、いろんな人が亡くなるじゃないですか。でそうするとこうヤフートピックスとかのコメント、ヤフコメっていうのかな、ヤフコメとか見たりするんですよ。あれ結構面白くて、面白いっていうのはその、まあ、どういうふうに面白いかっていうと、僕は斜めに見てるんですけど、で必ずそこに、一つの時代が終わったって書く人が言うんですよ。だから大橋巨泉が亡くなった時にヤフコメを見ると3つ目ぐらいとかに、で3つ目から結構早いですよ、ニュースが出てからわずか、まあ、5分後とか3分後のような気がする。それぐらいで一つの時代が終わったって書く人がいるんですよ。でそれは A 六助の時にも書いてあったりするんですよ。あとなんかどっかの映画監督が亡くなると一つの時代が終わったって、で毎回同じコメントかだと思ってたんですけど、ふと僕は思ったんですよね。なんかこう一つの時代が終わったって書き込みたい人がいるんじゃないかと。だから今も誰かが亡くなるのを待っていて、例えばあげちゃいけないんだけど、すごい人ね、すごい、今の時代を作ってる、縁起でもないかもしれないけど、なんだろうな、いやいや縁起でもない縁起でもない、まあ亡くなった人で言うと例えば勝新太郎とかね、勝新が亡くなったとするじゃないですか。もうとっくに亡くなってますけど、そしたらもう一つの時代がすぐ死な、一つの時代が終わったクリックみたいな、そういう人がいるんじゃないかなって思った。これ最近思ったことです。もう思っただけですよ。だから皆さんももし最近思ったことがあったら送ってください。僕が傷つくやつやめてくださいよ、これね。本当に。悲しくなっちゃうんで、はい。次。そう、恋愛相談について思うことを言います。僕自身は電話相談を受けてたりとか、これは1時間3万円もするんです、実は。すいません。はい。まあ、いろいろあとは、掲示板とかでも相談に乗ってたりするんですけど、そこで注意してることね。まず思い込みに注意するってことがあります。思い込みというのは結構相談に乗ってる人はあるんですよ。例えばなんだろう、彼氏が私に全然会ってくれないんですよとか、で私はそのいろいろ我慢してるんですよと思いきや、どれぐらいに1回会ってんのとか言ったら週に1回とかね、いやいやそれ十分会ってるからみたいな、そういう思い込みとか、あるいはよくよく聞いてるとそれ彼氏じゃないんじゃないとかね、だから聞いてると結構思い込んじゃうんですよ。なぜかというと、あとそうそう、あとその相談する人がおかしな人である場合もあるんです。おかしな人というのは、まあ、相談に乗ってる人の常識から外れてる人という意味ですね。例えばその相談をしている人がよく DV に遭う女性、 DV は絶対しちゃいけないんですけど、よく DV に遭う女性というのは実はある種の何でしょうね、特徴があるんですよね。
うん、なんで僕今目をつぶりながら喋ってるかっていうとね、だんだんこう眠くなってきたっていうのがあるんですよ。まあそれ置いといて、そうそう、何の話でしたっけ、そう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 、だから、そうで、この人、例えばなんだろう、男性が腹が立つことをどうしても言ってしまうとか、束縛が強いとかね、でそういう普通じゃない、もうしかも異常なほど強いとかね、でそういう人が相談に乗ってるとは思わないんで、彼氏が悪いんだみたいな、まあ、彼氏悪いんですけど DV する場合は、でも連絡しないのが彼氏が悪いとか言ったら実は十分に彼氏が連絡してるとかね、そういう思い込みが結構我々はあって、その思い込みに従って助言してることもあるんですよ。だからこの思い込みってすごく注意ですね、うん、これはあの電話相談に乗ってる、恋愛相談に乗ってる人に対して言ってるだけのような気がするけど、まあでもいいでしょう。次、価値観を共有するなと、これすごく難しい。結構ね、恋愛相談における快感っていうのは自分の価値観を相手にこう押し付けることだったりするんです。これはあの普通の相談でもそうかも、部下から相談された時に、いやまあそれはなとか言って自分の価値観をこう押し付けるみたいなことが起きるんだけど、僕はね、僕はその価値観を押し付けるのってすごい危険だと思っていて、確かに気持ちいいんだけど、それはなるべくしない方がいいなと。あなたの価値観は、まあ僕は不倫には反対なんで不倫の相談に乗らないようにしてるんですけど、それはまあ置いといて、さまざまな価値観があるんですよ。例えばそうですね、まあ、子供を産みたい人、子供を産みたくない人、あるいは何でしょうね、彼氏がデート代を全部払えと思ってる人とか、いろいろいるんです、いろいろいる。あるいはお金をか、私にたくさん使う人こそが私を愛している証明なんだみたいな人もいます。でそういう時にそうじゃないよっていうのは価値観の強要だったりするんですよ。いやそれはいい、違う、もう一つの考え方がありますよっていうのはいいんだけど、度が過ぎるとあんまり良くないなっていうのはちょっと気をつけるべきポイントかなと思いますね、はい、これもあのなんか質問があればコメントでも何でも募集します、はい。あと最後、単純なネタ、気持ちいいのコーナーみたいなのを作ろうかなと思ってて、気持ちいいのコーナーってどういうことかっていうと、あのシュレッダーあるじゃないですか、シュレッダーあのこう紙がいらなくなったらこう入れてこう短冊みたいにバラバラバラって出てくるやつ、あシュレッダー、あのシュレッダーに4枚ぐらいこう入れるとマリ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 みたいな、あれが気持ちいいみたいな、そういうやつね。これはあの別に僕のオリジナルじゃなくて、多分どっかで聞いたんですよね。でその時に、ああ俺もそうだと思ったんですけど、このマリ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 と言いながら吸い込まれてシュレッとされていくのが気持ちいい、はい。あともう一個あるんですよ、あのこれもね、これもどっかで聞いたんですけど、これはまた別のところでね、あの自転車とか、乗ってて、あのドブがあって、その上に側溝があって、その上にこれぐらいのなんか側溝みたいなのが蓋がしてあるじゃないですか、あの蓋のところ自転車走るとカタンカタンってなるじゃないですか、あのカタンカタンが気持ちいい、カタン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 みたいな、はい、以上ですね、以上気持ちいいのコーナーでした。あと僕が笑ったアメリカンジョークのコーナー、これもあのアメリカンジョークって僕結構好きで、いろんなところにネットにあるんですけど、あの本を借りたこともあるんですけど、これネットにあったんです、これネットにあったネタですよ、うん、これは面白かった。 いきますよ、ネットにあったネタを僕は読むだけですからね、オリジナルは僕じゃないですよ、僕が笑ったアメリカンジョーク、これは新しい囚人が刑務所に着いたんで検索すると出てきます。言いますよ、新しい囚人が刑務所に着いた、入所手続きが済み官房へ入れられると、ほどなく誰かが大声で52と叫んだ、すると囚人全員が笑い出したみたいな、うん、静かになってからしばらくすると今度は誰かが23と叫び、またみんなが笑い出した。不思議に思ったその新米は、番号が言われただけでどうしてみんな笑ってるのかを、古参っていうんですかね、古くからいる囚人に尋ねた、すると古株から答えが返ってきた、俺らはここが長いもんだから同じジョークを何回も聞かされているんだ、そんで時間を節約するためにおのおののジョークに番号を振ったというわけだ。わかりますか、23番っていうのには23番のジョークがあって、32番には32番のジョークがあって、23番っていうと、あのネタかみたいな、ハハハみたいなね、うん、その時また一人の囚人が37と叫んだが、みんな静まり返ったままだった。
新米が古株に、どうしてみんな笑わないんだと尋ねると、なーに、あいつは冗談の話し方っていうものが分かってないのさ、という返事だった。俺もやっていていいかと新米、おお、やってみなと古株、古顔、なんか古株と古顔としょっちゅう変わるけど、まあ置いといて。そこで新米をしばらく考えて97と叫んだ。すると大騒ぎになり、みんなヒステリックなほどに笑い始め、床の上を転げ回って喜んでいる者もいた。ハハハみたいな。30分ほど経ってもまだ笑い出し、思い出し笑いをしている者がいる。新米はジョークを受けたとことを気によく、気をよくして、新米はジョークが受けたことに気をよくして、面白いやつだったんだろうね、と古顔に言う。ああ、最高だった。なんせ、新ネタだったもんな。以上ですね。これ面白いですよね。面白くないですか、これ。新ネタですよ。はい。そろそろ最後は近づいてきましたね。ムカつくのコーナー。これなんか僕はムカついたものについて話す。誰かとこう会議室で会議をしてる時あるじゃないですか。会社とかの会議とかで何でもいいですよ。で、いろいろ言ってると、僕と誰かこう議論してると、ここにいる人が、本当によくあるんですけど、ここにいる人が、いやいや、二人の言ってることは同じなんですよ。同じことなんですよ。とかいうやつがいるんですよ。いやいや、同じじゃないし、よくよく議論したら同じじゃないことが結構多いんですよ。なんかこう、いるんです、この、二人の言ってることは結局同じことなんですよって言いたがるやつがいるんですよ。さっきの事態は終わったみと言いたがるやつみたいに。これがね、僕はすごいね、腹が立つ。もう誰かが二人の言ってることは同じなんですよって言ったら、本当に同じかって問い詰めるぐらい腹が立つ。はい。もう一つありますね。ムカつくのコーナー。これに感動したらシェアしてとか書かれた、なんか Facebook とかでなんかあるじゃん。もう Facebook 使ってない人が多いと思うけど、何々って書いてて、これに感動したらシェアして。いや、するか、ほう。その言葉で全然感動せんくなったわ、みたいな。わかりますかね、この。まあそうじゃない人もいて、シェアしてる人もいるんですけどね。あと結構なんだろう、なんか、黄色とちょっと濃い黄色みたいなのが Facebook にあって、これを見分けられる人は、2% しかいませんとかって、嘘つけはもう全員見分けられるわみたいな。それはそれをシェアさせるために、ちょっと頭のいい人たちが悪いやつですよね、それを押させようとして、そういうことを嘘を書くんですよ。そうするとどっかのおバカさんが、どっかのおバカさんと言いながら、僕のフェイスブックで何人かやってるんで、僕の友達もそれをしてるんですけど、なんか私その 2% に入ったとか、まんまとその罠にはまってるんですよ。この、20個のうちちょっと黒いのがあります、発見したらシェアみたいな。いや、いちいちそれにシェアしないでくれみたいな。はい。では皆さん、これで終わりです。どうも本当にご清聴ありがとうございました。アシスタント募集っていうのと、あとゼミ生。これゼミ生はこんなバカげた話をいっぱいするわけじゃないですよ。それはそれに、まあ面白い話もするでしょうが、役立つ話をしたいと思います。では、どうもありがとうございました。失礼します。さようなら。本当にさよならね。はい、さよなら。これを止めるね。はい。